ドッペルゲンガそう。だから俺はお前でお前は俺ってわけ。顔も性格も何もかも一緒。好きな AV 女優も。そういうのはマジでいいから。でさ、調べたらドッペルゲンガを見たら死ぬって書いてあるけど、大丈夫なの？これは。まあ大丈夫なんじゃない？全然俺たちこうやって普通に会話してるし。やっぱ腹減るタイミングも一緒なんだな。とりあえず何か食うか。あー、食ったー。冷静に考えてやばくね？え、何が？だってさ、普通に生活してたら生活費2倍かかるじゃん。それは俺も思ってた。だからアルバイト始めようかなと思って。てかあれじゃない？俺らで YouTube やったらバズるんじゃない？え、だっていないでしょ、ドッペルゲンガーで YouTuber なんて。絶対無理。まず親がビビるでしょ。仮に行けたとしても、俺らがめちゃくちゃイケメンとかじゃない限りバズんないでしょ。そんな悲しいこと言うなよ。